好，小岛先生请。奥様、小島さん、昼間からテニスなんて楽しそうですね。桜工場様、こんな平穏な日は滅多にない。意地悪な言い方はしないでくださいよ。そうですね、悪かったわ。でも一つ言っておきます。テニスもいいけど仕事もお忘れなく。そうだ、お嬢様もテニスが得意でしたね。奥様とお会いできてあげれば。形是对的，但尺寸有偏差。这我跟你保证，这图纸我都刻脑子里了。不是我再给你画一遍。不是画不画的问题，得做出来才行。可是我，你车撞针的时候不停地抬头看车间门口，是干什么？我这不是担心那神出鬼没的小岛吗？要是万一他来了，您又没注意，我这。汉林，你在找什么？我找一本当年在青岛工厂的笔记本。你让人盯着，心里就忐忑，就慌张。你以为你车出这东西来就能用啊？偷偷根本做不出有用的零件来。记住，做事切记心浮气躁。